下町のお祭り男渡辺健一、浅草出身の江戸っ子ボクサーで今大会出場選手の中で最年長の32歳、若手の台頭が目覚ましい今大会の中、ベテランの意地を見せることはできるのか。もうとにかく強い選手揃ってすごい価値のあるトーナメントだと思うので、ぜひ優勝して成り上がりたいと思います。寡黙なエリートボクサー中島和樹、国体優勝など輝かしい経歴を引っ提げプロデビュー。デビュー後も6戦6勝とその力を遺憾なく発揮する名門大橋ジム期待のホープ。未来のチャンピオン候補が台頭する今大会でその輝きを見せることはできるのか。今回の試合はKOで勝ちたいと思います。ガッツレッドバンタム級トーナメント6ラウンド、中島和樹 VS 渡辺健一。始まりました、バンラン225山中新生プレゼンツゴッズレフトバンタム級トーナメント、これからいよいよオープニングマッチが始まろうとしているところですけれども、自己紹介からさせていただきますと、私スポーツライター二宮と申します。私もスポーツライターの渋谷純と申します。よろしくお願いします。お願いします。これなぜスポーツライターがこういうことをやっているかと言いますと、山中サイドからですね、ちょっと新しい企画ということで、放送も、ライターの僕ら二人にちょっと任されたということなんですけども。そうですね、二宮さんなんかもう、実況アナウンサーみたいです ね、 なんかね。実況は無理ですねもう完全にド素人なんで、副音声的に僕らも楽しみながらやっていきたいと思います。これオープニングマッチ中島選手と渡辺選手、見どころどうでしょうね。いきなり見どころですか。見どころいきたいですね。ちょっとコール聞いていいですか。コール聞いてからやりましょうドリームジム所属、現在のランクは日本バンタム級第15位、渡辺健一。じゃあ先ほどの続きじゃないですけども、見どころどうでしょう、石田さん。そうですね、まさにこの大会のコンセプトでもあるんですけど、エリート対叩き上げという構図で、この場合エリート中島選手、そうですね、芦屋台出身で、国体も勝ってますし、アマの実績十分です ね、 そうですね。渡辺選手は、勝ったり負けたりしながら、今のポジションまで上がってきたという選手なんで、どうですかね、渡辺選手がどれくらい中島選手にプレッシャー負けしないかっていうところが一つのポイントだと思うんですよね。なるほど。もう今ちょっとね、中島選手の方がやっぱ体格も勝ってますし、プレッシャーかけていってますけどね。これバンタム級、日本ランキング14位と15位の対決ということで、これ勝っていけば当然ランキング上がっていくと、これがトーナメントの魅力でもありますよね。そうですね。これでも中島選手は井上尚弥選手と同じ年ということで、アマの経験も、アマの対戦経験もあるという。そうですね、やっぱりね、大橋ジムにいるっていうのはやっぱりその意識の上でもやっぱ違うものあると思うんですよね。自信にもなるでしょうしね。あとやっぱり、なんていうんですか、こんなところで負けてられないみたいなのもあると思うし、今も入場の時ね、日本スーパーライト級チャンピオンの井上幸喜選手ですとか、3階級制覇の八重樫選手も、一緒に入ってきて、ある意味ああいうのもこう相手からしてみるとちょっとプレッシャーになるんじゃないかなっていう、気はするんですよね。この前に開会式があったんですけども、非常に中島選手はリラックスしてて、ちょっと笑みも出てきそうな、大体ね、試合の前になるとみんな硬いかなと思うんですけど、さあ
あの実況席に弾丸の古澤さんが、はい、来ていただきました。やってきました。遅くなりました。いえ、とんでもないです。あの多分ね、古澤さん、すごく始まる前の準備も大変だったと思うんですけども、この大会こぎつけた、まあ、なんですか、考えといいますか、はい、どうでしょう。そうですね、やっぱりボクシングでなかなか今試合が決めづらかったりするっていう事情が、はい、まずあってですね、はい、ありましたね。あ、1試合目からそうですね、1ラウンドですね。1ラウンド致命的だったのは右フックかな。いい角度で入りましたね。どうなんですかね、今レフェリーがもうノーカウントで止めたから結構大丈夫、心配ですね、はい、ちょっとね。そうですね、ダメージが大丈夫か。最後連打で、はいはい、ちょっとまともに食らったので。やっぱり中島強かったね、はい、そうですね。オープニングマッチで、まあ、すごく緊張すると思うんですけど、うん、彼の場合はなんかもう逆にこうモチベーションになってたような、うんうんうん、あ、よかったですね。あ、大丈夫。リズムタイトルモーション弾丸山中伸介プレゼンツゴッズレフトバンタム級トーナメント第1試合6ラウンド、レフェリー岡庭武がこの試合をストップしたタイムは1ラウンド2分2秒。テクニカルノックアウトにまして勝者赤コーナー中島